ことが聞きたいんだ。いろいろあるんだ。本当それじゃあ今日はよろしくどうぞ。いつも輝いてる君の色は何だったって、たくさんあったはずなのに今ではもう覚えてないんだ。雲がずっと重なって未来にやっと届くとき、さよならと心の中また違う時が見えて、あれれ